本日紹介するカレーはこちら、千田こと千秋玉ねぎのカレー甘口。昨日食べたのがこっちの中辛で、今日はこの甘口。パッケージの感じ全然違いますよね。かっこいいし可愛い感じで、今日食べる甘口の方なんですけど、これよく見るとこの甘口の部分シールで貼ってあるんですね。他にもこの原材料名のとことかバーコードのところがシールなんです。上から貼ってるんです。気になりますよね。ちょっと剥がしてみましょう。甘口って書いてあるところはうまく剥がせなかったんだけど、一人前って書いてある。どういうこと？こっち剥がしてみたいと思います。これは上手に剥がせる気がしないね。剥がしたところで何が違うのか、何が変わったのかとかがちょっと確認できない感じにしてあるね、これ。あ、これダメだ、諦めよう。きっと最初この甘口だけを販売してたんじゃないかなと。つまりこれをいっぱい最初売ってて売れるじゃん、じゃあ中辛作ろうぜって作ったから、甘口の方甘口って書かなきゃみたいなっていうバンディ予想。ということは甘口の方が元祖期待できるんじゃないでしょうか。それでは行ってみよう。プリーズレッチャー。見た目や具は中辛とそんなに変わりません。でもね、香りちょっと違うんだよね。なんだろう、嗅いだことあるんだよ。これだ、バナナピューレ。そうだ、バナナだ、バナナの香りするよ。いただきましょう。まずね、食べてみないとわからないからね。いただきます。シーフードカレーなのになぜかトロッカール。バナナ効いてくるね、これ結構。甘くしたら、このタコの生臭さ、それどうすんだろうと思ってたんだよね。出てきちゃうんじゃないかな。でもそのバナナの感じ、トロピカルな感じが生臭さをうまくかき消してると思う。食べる前はね、もしかしたら甘いとタコが臭くてまずいって苦情があって辛いの作ったんじゃないかなって、実はそんな悪い予感もしてたんだけど、そうじゃない。やっぱり元祖は元祖で美味しいから中辛を作ったんだね。うん、美味しいよ。甘いけどご飯と食べてもとっても良い。不思議だね、このカレーは。タコよりバナナピューレに注目いっちゃった。千田こと千秋玉ねぎのカレー甘口、こちらのバンディポイントは16。バンディポイント、中辛と甘口同じバンディポイントになりました。それぞれちゃんと完成したタコカレー、シーフードカレーとしてのタコカレーになっていたと思います。今日カレーもとってもビビカレー、僕の宝はレトルトパウチ。